はい、今回はプラグインなしでプラグインクオリティのフィルターを作る方法を、解説していきたいと思います。じゃあ早速始めていきましょう。まず、新規で調整レイヤーを作ります。で、これを3つ作ります。で、まず名前を変えるんですけど、カラーとブラーとフレアにします。で、この順番をカラーを一番下に持ってきて、で、ブラーを一番上にします。フレアは真ん中で。で、この3つを何に使うかっていうことなんですけど、カラーはまず名前の通り色をちょっと調整するやつです。で、フレアは画面の光の拡散をちょっといじるやつです。で、最後にブラーは、これもちょっと見てもらった方が早いんですけど、画面の、なんていうんですかね、レンズのボケ感というか、そういうのをちょっと再現するために使うやつです。これも見てもらった方がやっぱり早いと思うんですけど、なのでちょっとまず作っていきます。で、最初はカラーからいきます。カラーを、まず選択して、で、カラー補正を、カラー補正から、輝度&コントラストで、輝度をまず、ここを20にして、で、コントラストを100にします。で、次に、もう一回カラー補正のところから、シャドウハイライトを入れて、詳細オプションを開いて、シャドウの半径を100にします。で、次に、元の画像とブレンドを50%にします。で、次にもう一回カラー補正から、レンズフィルターを入れて、ここのフィルターのところ、フィルター間色径括弧80にします。これでカラーは終わりです。このカラーを今この作った3つで、だいたい画面が少し明るくなって、で、ちょっとこの、映像の影の部分がはっきりして、で、全体的に青みがかった感じになります。こんな感じですね。オンにすると全体的に明るいです。明るくてちょっと青っぽい感じです。で、次はフレアを作っていきます。で、こっちは結構シンプルで1つしか使わないんですけど、スタイライズから、グローを押して、で、この、グロー半径を初期が10なので、これをマックスの1000にします。で、次に、グローカラーを AB カラーにして、で、このカラー A を、ちょっとブルー系っぽい感じの色にします。こんな感じにします。で、グローの、色位置を、ちょっと下げていきます。そうすると、こう、光が、こんな感じでふわーっと出てくるんですけど、これだとちょっとメリハリがないので、全体的に明るくなるだけなので、このグローの方向を水平にすると、こんな感じで、光が水平方向にだけ拡散するようになるので、画面に、こう、なんていうんですかね。光が、こう、画面にいい感じに拡散するようになって、見栄えが良くなります。すごく雰囲気が出る感じの、この光の拡散が、これで作れます。あと、ここのグローの色位置で、この、光の拡散のレベルを調整していくんですけど、作ってる、適用したい映像によっては、結構ここの数値は変わってくるので、お好みでいろいろいじりながら決めていくのが、おすすめです。今回は、33くらいにします。これで終わりです。こんな感じで光が
散します。で、最後にブラーなんですけど、ブラーは、ブラー&シャープのところから、ブラーカッコカメラレンズを入れます。で、これだとまだ、こう、画面全体がたらぼやけただけで、特に意味がない状態なので、新規で平面を作ります。で、名前をちょっとマスクに変更します。で、このマスクで何をするかといえば、このブラーがかける、ブラーをかける範囲を、この画面のどこにするかっていうのを、このマスクで作っていきます。で、まずマスクを選択して、この上の楕円形ツールを押します。これが初期だと、長方形ツールとかになっている場合もあるんですけど、そういう時は長押しをして、で、楕円形ツールを押せば、楕円形ツールになります。そしたら、この画面の真ん中を押して、で、コントロールキーを押しながら、こう動かしていくと、円が中央に固定されて、サイズを決められます。で、こんな感じで画面いっぱいに丸が来るようにして、で、今のマスクのレイヤーで M キーを押すと、このマスクが出てくるので、このマスクの、この、ここ開いて、で、ここの反転を押すと、逆サイドにこのマスクがくり抜かれた感じになるので、これを入れて、で、マスクの境界のぼかしを500ピクセルにします。そうすると、外側から、中心に向かって、徐々にこう、フェードアウトしていく感じで。で、この、ここの外側の、今作ったマスクの範囲に、ブラをかけていくようにします。で、それをするには、まず、このマスクの、表示を消して、で、もう一回このブラに戻って、で、このブラマップから、レイヤーを、今作ったマスクにします。で、このソースのところをマスクに指定して、設定して、で、チャンネルをアルファにします。そうすると、さっき作った、このマスクの範囲に、今のブラーが適用されるようになります。なので、このブラー半径をいじると、ブラーのかかり具合を上げたりできるんですけど、こんな感じで、さっき作ったマスクのマスク通りに外側からこう中心に向かって徐々にフェードアウトしていく感じのブラーになります。で、ブラーは、まあ、これもお好みでどれぐらいかけるかは自由に設定していただいていいんですけど、今回はだいたい10付近にします。で、このエッジ動作のこのエッジピクセルを繰り返すにチェックを入れると、よく見ると、この周囲がちょっと黒く影みたいなのがこれをチェック入れてないと出るので、それを消したいときはここにチェックを入れます。そうすると、画面の縁が自然な感じになります。これでフィルターを作るのは、完成になります。あとは、まあ、お好みで、例えば、ブラックバーとかを、上下に入れてもらったりしたら、よりいい感じになるかもしれないです。このブラックバーの作り方は、以前の動画で解説もしているので、そちらを見ていただければと思います。こんな感じに完成します。はい、では今回は以上になります。ありがとうございました。